毛利勝信は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。豊臣氏の家臣、豊臣政権の官僚、有力武将として活動した。別名は吉成、本生は森氏で森吉成を名乗った期間が長く、毛利吉成とも称する。神は、生き守る。豪を一切。子に、毛利勝永山内正勤。 尾張国で誕生したとされるが、大見国長浜で誕生したとする説もある。また、尾張国羽ぐり軍のマンダラジを、母ダイとする、森一族であるとする説もある。弟に、森義ヨがいる。早くから豊臣秀吉に仕えた古参の家臣で、木幌州の一人であった。秀吉による九州平定に参戦し、白い国上攻略の過程などに関与する。 肥後黒人一騎では、首謀者の熊部近下安や甲斐の神栄を捉えて、切るという鎮圧の功を挙げて、天正十五年、武前国の二軍、小倉六万国を与えられた。この際に、秀吉より森政を毛利政に改めるように命じられ、毛利益守るを称した。小倉では、球場を改修して、現在の小倉城を築城し、 市場の岩石城は弟の毛利義雄に預けた。高山右近のキリシタンの旧家診断を引き受けた。一方で、地元で勢力を誇った英彦山神宮と長く対立した。文禄元年、秀吉による朝鮮出兵では2000人の軍役を命ぜられ、四番隊の長として島津義弘らの南九州勢を率いて都会して、関門土に展開した。 また南部婦人後の第二次陳珠城攻防戦に参加し、和平交渉期には、林郎補助を築いて、朝鮮南部に在番した。続く慶長2年の慶長の役では、この勝長を伴って出陣し、加藤清正らと共に、皇石山城を攻略し、全州会議後は、中聖堂から、全田道を総投した。この時、有会議に参集した左軍の諸将は、連長で、 今後の作戦展望として、南部再夫人の計画では、富山の守備が立花宗重とされていたが、重要拠点のために、豊臣政権に辛抱高い老将、毛利勝信に変えるべきとの書状を秀吉に送っている。南部へ帰還した勝信はまず、四川山都城を築城して、首相担当の島津義弘に渡し、勝信自身は前日の中心の通りに、富山に代番した。 年末から始まる第一次ウルサン城の戦いでは、ウルサン山都城で窮地に陥った加藤清正を救援し工場中の民軍を退派した。この戦いの後に勝信は西西浦和城へ移陣し、最終局面まで在番した。慶長三年、秀吉の死に際して遺物金二十枚を受領した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、石田三成方について勝永が、 伏見城を攻めた。無前にいた勝信は、勝長に同行した、家老、毛利信友が、伏見で戦死したので、史上、河原武城の城主に、自分の子を据えようとしたが、信友の老中と、医師、吉十郎は激怒して河原武城を、黒田城水に譲ってしまい、その先方となった。城水は勝信に、石田法敗北を知らせて投降するように進めた。城水とは、 旧地の中であり、説得に応じて、徳川家康への取りなしを依頼し、勝信は提発して、一切を合した。ところが、実は女水はすでに、武前一国の切り取り自由、安堵の約束を取り付けており、騙された、勝信、勝長は戦後、改役されて、被護国へ追放されることになった。毛利親子の身柄は、加藤清正、ついで旧地の中であった、山内和豊が、 と佐国で預かった。これはもともと、豊臣家診断で、上役の勝信が和豊の面倒を見てきたことに、加えて、勝長が、石田方にありながら和豊の妻の千代の保護に、奔走していたためと言われており、土佐では、大高坂木西来輪で生活をしていた。また数豊に登用されて、城の不信にも携わった。御所慶長16年5月6日、廃所で死去した。 翌日、小高さ山で、ダビに伏され、音山に葬られた。墓石の大きさは九尺四方で、山内忠義がこれを混流した。墓所は初めは河野口音山北家、早期演奉にあったが、後に、熊村に移された。森星から、毛利星に変えたものに、毛利高政、毛利吉安兄弟などがいるが、この森工二の二人の息子ら一族と勝信の、 系譜との関係性は不明。いずれも終わり出身で、同族か禁煙と推測することもできる。また同じく、毛利信友も、親族と思われるが、続き柄は不明。ありがとうございます。